あ、ちなみにさ、あのスプラッシュあったじゃん。スプラッシュもちょっとつけていい？いいですよ、全然。あの、ここら辺でいいんだよ。ここの上。トッシー君の思い出の音が。俺のスプラッシュも俺のスプラッシュもちょっと、はい、ここでいい、ここでどう全然やっていいっすもん。好きにいじってる。まあこれ8インチだけど、正直、うん、僕のより合ってるかもしれないです。これそう、プレテックの3000円のスプラッシュ。いや、なんかあの要は言い方はあれですけど、自分のセットが、うん、まあ、結構お上品というか、はいはいはい、音が多いんで、なるほどなるほど、スプラッシュで抜けさせるんだったら、あのそれぐらいジャンクな音の方がいいかもしれない。ああ、そうだね、そう、ジャンクなのよ、ジャンクなの、すごいトラッシュな、めちゃくちゃいい意味だと思います。で、これあのよく重ねてる方なんで、はいはいはい、別にこれスプラッシュとしても全然いいのよ。8のが好みでした。あーそうセットの中だった。ただ、うん、反対の音はやっぱすごい、うん、あれですね、でっかくなるからかわかんないですけど、うん、あのトラッシーさ増えますね。そうだね、トラッシーだよね、うん、そうそうそう、俺もトラッシーなスプラッシュが欲しくてそう買ったのよ、はいはい、で、ちなみにこれ今日人生初で試すんだけどひっくり返した全のスプラッシュこの音がそもそもいいのか悪いのかっていうのを俺知らないで今日持ってきたんだけど、これあんま音良くなかったらちょっとへこむよね。え、いいんだけどさ2000円くらいの買い物だよ。見せるわけだ。どう？僕これ結構好きですね。俺も思った。思ったよりいいなって。思ったより良かったね。あの、なんだろう、一番スプラッシュ感あるかも。そうですね。みずみずしい。弾けてる感あるよね。無難なスプラッシュって感じの音しますよね。そう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 。そうそう、なんかチャイナスプラッシュみたいな言い方したけど、あの、あっちはさ、トラッシーな。うん、そうですね。趣味としてはいいんだけど、あ、
これなんかキックがどれで踏みにくいと思ったら外れてた。そうここがあ、ビーターが。そう、あ、それじゃあちょっと直してもらって、うん、全然ごめん、なんかすごいミスってたのを言い訳するわけじゃないんだけどなんかあれおかしいな、足がついてこんと思ったらはいはいはい、僕も買おうかな、それこれも絶版なの、全だからダメじゃないですか。さあ、残念だね、これもうヤフオクで買うしかないまあでも、多分あのプレイテックのシンバルでも同じようなタイプ買ってグイッと折り曲げれば同じような音出ると思うよ。これすごいね。いいですね。思ったより良かったね。あー、全然これ今度から持ってこうかな。アズの中でいかがだって、あ、僕は感じた。いかがだったでしょうか。まあちょっと最後はね、あの、うん、トッシーのブラックビューティーを叩くんじゃなくて、トッシー君のドラムセットを叩いて、で俺のスプラッシュも組み合わせて、うんうん、どっちがいいみたいなね、安いのも意外と良くないみたいな。僕は多分あの帰ったら買います。同じもの探してみたいな。プレイテックいいよね。いいですね。プレイテック全悪くないっていうのも、そう、機材中にも伝わった。俺のこう、俺がそれをセレクトしてる理由というか、意外といいんだぜっていうの伝わったから良かったわ。まあそう、そんな感じで結構、ね、ドラマーとして楽しくやれたんでいいんじゃないかそんな感じでね、やっぱドラマーと楽しいね、ドラマーと話すと。うん、ドラマー同士でやるとね、全然ドラマー2人でスタジオ入るってまずないじゃないですか。ないね、ないないない、企画でもないと。そうそうそう、だってさ、もうセッティングどうすんのみたいな話になるじゃんね、じゃあどっちのセッティングでやるの、なんかお前だけ自分のセッティングで羨ましいなこの野郎みたいな話になったりするじゃん。そうですね。だからそ、普通ドラマーが 何かしら入るならコンセプトを持って入らないとさ、いけなくて、そう、あんまね、そういうのない、機会がないもんだから、俺もだ友達のドラマーとスタジオ入ろうってあんまなんないんだよね。それが普通ですよね。まあね、こういう風になんかコンセプトができるほどこだわってるドラマーもなんなんだろう。そう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 ね、いや、なんかこうやったらいい音がするからだよって言われたら、そうですよね、そうですよねってなります。もうこだわってないんだよねって言われちゃうと、こだわってないんですかみたいな、そんな感じになっちゃうからそうそうそう、なんかいいのよ、あの別にね、なんつうの、もっとドラム叩くのが上手くなきゃダメだろうみたいなさ、言う人いるじゃん。もっと上手くなってからじゃないのとかって言われたりもするんだけどさ、はい、いや、それはわかるよ、それわかるんだけど、でもそのそれ以上にやっぱね、ギタリストが歪みエフェクターにこだわって何が悪いのと、ベーシストがプリアンプやコンプにこだわって何が悪いのっていうのと一緒でさ、やっぱそれぞれ別に上手い下手関係なしにこだわりがあるんだよ、ドラマーとしてのね。そこからでもそのセットをずっと使い続けることによって上手くなるっていうの、それでもいいじゃんと思うわけだから、上手くなきゃね、機材揃えちゃいけないとか、上手くなきゃこだわっちゃいけないとかっていう話では俺は全然ないと思うので。そうですね、そうそう、そういうのがなんとなくこの楽しんでる2人を見て伝わればいいなだってね、途中からやる予定じゃないことで、ね、そう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 、楽しくなっちゃって、そうそうそうそれくらい面白かったからね、やっぱドラマー2人でなんとなしにこだわりを持ってること、お互いのこだわりを話すと、なんていうのかな、そこをさ別に否定するわけでもないじゃん。そうですね。あ、なるほど、君はこう思ってるのよ、ね、俺と真逆だけどでも分かるみたいなさ、通じ合う部分もあったりして、それが面白いねってなるわけじゃん。全然違う畑の人たちがこうね、喧嘩するわけではないっていうね、意外と、だドラマ同士って結構ね、こう横のつながりが強いって言うじゃないですか。そうですね、希少価値だね。そう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 、数も少ないから、そうそうそう、だからなんかあんまり、違うよそれはさみたいなのってあんまないよね。ないですね。そうそう、だからね、そういう面白さとかがあって、いろんな人とね、いろんなドラマーとね、こうドラムの機材についてね、セッティングについてちょっと話してみるのって面白いな。面白いですね、個人的には感じたんで、まあ、また機会あったらね、そうですね、ぜひぜひ。なんか今度はいろいろまだね、持ってきてないものが山ほどあるわけよバスドラとかもあるんで持ってこようと思うよバスドラとかも、あと和太鼓も持ってるでしょ。持ってます ね、 あの俺和太鼓打ちなので、もともと今も和太鼓打ちなのでそこら辺もちょっと見てみたいし、興味があるし、そうそう、いろいろ持ってるっていうからさ、ちょっとそれをまた今後見せてもらいたいなっていうのは、面白いんで、ぜひやっていきたいなと思いますんで、まあまたね、ちょっと機会あれば
ちょっとお呼びください。そう、ありがとうございます。まあ、また後で動画撮るんだけど、まあ、とりあえず今回の動画はこれで締めということでね。はい。はい、ちょっと本当にありがとうございました。ではまた次回の動画で会いましょう。はい。ありがとうございました。なんで噛むんだろうね。大事な、大事なとこいつも噛むんだよ。